後方なって第2レースの発走です。さあまずは内枠3選手、おっと2番の岡崎選手が転倒となりまして、さあこれは発走やり直しとなります。さあスタート直後2番の岡崎選手が転倒しまして、この後放送が入るものかと思われます。お知らせします。ただいまの発走は再発走します。大変ご迷惑をおかけしますがしばらくお待ちください。お知らせします。ただいまの発走は25メートル線以内において2番選手が落車しましたので再発走します。大変ご迷惑をおかけしますがしばらくお待ちください。そんな状況となっています。大変お待たせしました。再発走します。後方なって第2レースの発走です。さあ先ほどと同様に内枠3選手の激しいスタート争いなんですが、ここは1番の久保田がどうやら前を取りますか。岡崎金が入って3コーナー、先頭は2番の岡崎で、さあこの辺りから8番の小林が上昇してまいりますが、2番の岡崎もうここは踏んでいきます。2番の岡崎その後ろは5番の北野で最終周回と向かうところ、そして8番の小林は3番手の後コース、浮いて苦しい状況。そして後方からは9番の尾形のまくり、現在5番手から4番手、さあ8番の小林を外から乗り越えて現在3番手から2番手、最終バックから3コーナー、前は2番の岡崎、これをまくり捉えました。9番の尾形、その後ろ3番の松岡が必死に食い下がって、さあ3番手は2番の岡崎に5番の北野、最後の4コーナーから直線、先頭は9番の尾形、その後ろは3番の松岡、松岡が差し切って合輪。第2レース SQ 一次予選競争の2組目、これはゴール前でしょうか、ゴール線上でしょうか、2番の岡崎選手が落車のアクシデントとなっています。この辺りゴール前かゴール線上なのか、また審判からの決定をお待ちいただきたいと思うんですが、最終的にはまくった9番の尾形を差し切った3番の松岡、3番9番、そして3着争いは最後どうでしょうか、5番の北野か1番の久保田か。さあリプレイ映像をご覧いただいています。後方からまくり上げた9番の尾形、若干口が呆れながらだったんですが、最後3番の松岡はしっかりとこれを捉えて差し切っています。そしてゴール前2番の岡崎選手が落車となっています。ゴール線は通過しています。横からのスーパースロー、3番の松岡に9番の尾形、そして3着争いは若干車間が空いて5番の北野が体勢優勢、3番9番5番1番での上位通過体勢とお伝えをしておきます。しかしこのレース4コーナーの赤ランプが点灯しています。4コーナー審議、4コーナー審議、この後審判からの正式決定をお待ちください。以上第2レースでした。